あ、そうそう、あのね、ちょっと今思いついたのは、何？ひろしさんの娘と、もし僕が付き合ったら、うん、絶対嫌だよ。なんで？なんで？嫌に決まってんじゃねえかよ。大事にするから。大事に。あ？冗談じゃねえよ。なんで小野くんに自分の娘をやらなきゃいけないの？いないんだけどさ。なんでいないのにこんなエキサイトしてるかわかんないけど。いいね、ひろこ。やだよ、なんでひろこって名前なんだよ。そんな名前じゃないふうにするよ。ひろこを僕にください。ダメです。なんでですか？絶対嫌ですよ、そんなもの。だ、ちゃんと食わせますから。いや。ちゃんと食わせていくから。俺頑張るから。やかましいわ、絶対嫌です。マンションとか頑張ってる。買うから。一戸建てを買ってくんなきゃダメです。あれ？で、お父さんと同居です。二世帯。二世帯です。二世帯はやだ。え、なんでダメ？じゃあダメですよ。下打ちすんなよ。仮にも先輩ですよ。しかもお父さんですよ。それに対して下打ちですか？お父さんであり、先輩であり。そんな奴にはやれねえな。じゃあお母さんに頼むよ。お母さんもいねえし、いねえしね、妄想が、はい、ひどいな。